私たちはできるだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思ってるんだ。近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然はあっての人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回し、俺たちはもっといいものができると思っている。特に学者には、頭はいいのかもしれないが、自然の深い心がさっぱりわからないものが多いのに困る。その連中は、人間を不幸せにするようなものを一生懸命発明して得意になっている。また困ったことに、大多数の人間たちはそのバカな発明を奇跡のように思ってありがたがり、その前に抜かせて。そしてそのために自然が失われ、自分たちも滅んでいくことに気がつかない。まず人間に一番大切なのは、いい空気やきれいな水、それを作り出す木や草なのに、それは汚され放題、失われ放題。汚された空気や水は人間の心まで汚してしまう。